どうも、トムヤンテニスチャンネルのトムヤンです。今回はラケットの紹介をしていきたいと思います。まあ、ラケットの紹介って言っても僕の使っているラケットの紹介なんですが、今使っているのはヘッドのグラビティですね。最新出ているグラビティ。グラビティも、S と MP と MP ライトとツアーとプロっていうのが、まあ、5種類あるんですけど、僕が使っているのはツアーっていうやつですね。重さで言ったら上から2番目になるんですけど、結構プロと悩んだんですけど、プロはちょっと重たすぎたんですね。ですので1個下のツアーにしました。でフレーム自体もプロよりちょっと厚いんで、ツアーはで、まあ厚みがあった方がいいかなっていうことでツアーにさせてもらいました。はい。で、見ての通りちょっと今ガットをいろいろ試してまして、こっちは今黒いやつはソニックプロ、ヘッドのソニックプロ貼ってます。こっちは今 4G 貼ってるんですけど、今 4G ラフ貼ってます。ラフ、まずこっちなんですけど、ソニックプロ、これ今んとこ結構お気に入りで、なんでかというと柔らかいんですよ、ソニックプロって。ガット自体が、で僕結構ボレー使うこと多いんで、ボレーを振らずに打つんで、ガットが飛ばしてくれるっていうのがすごい僕は嬉しくて、ですのでまあソニックプロはすごく扱いやすいかなと思います。これ本当にポリの中でも、ポリエステルのガットの中でも、僕使ったポリエステルの中で一番飛ぶんじゃないかなっていうぐらい柔らかい打感になってるんで、相当気に入ってますソニックプロ。はい。でそれで逆にちょっと固め、ガット自体ポリエステル自体の硬いガットが 4G なんで、ちょっと使ってみようかなということで貼ってみたんですけど、まあ同じラケットなんですが全然打感違いますね。ソニックプロと 4G で貼ると、こっちの方がよく飛ぶし、食いついて飛ぶ感じですね。こっちはこう硬く弾いてくれる感覚になるんで、うん、この2本ほんま一回ちょっと貼り比べて皆さん打ってもらいたいぐらい、ラケットが違うぐらいの感覚で打てますね。だからちょっと飛び抑えたいっていう方はこういう 4G 硬めのガット使ってもらって、ラケットで飛ばす感じですね。こっちはガットで飛ばすようなイメージ。だからラケットの味が出るのはこっちじゃないかなと。硬いガット 4G 貼ってる方が味が出るかなとは思います。はい。まあガット自体は僕は柔らかいガットの方が好きなんで、じゃあナイロンじゃないのってなるんですけど、ナイロンだとちょっと回転がかかりにくいんで、ポリエステルで、ガット自体はちょっと固めを入れておきたいので、ポリエステルの柔らかめっていうガットが僕は大好きなんで、今のところはソニックプロを愛用してます。はい。まあ試してるみたいな感じですね。 4G も普通の 4G と 4G ソフトと 4G ラフを今貼ったことあるんですけど、 4G ソフトが一番好きかなって感じですね。うん、4G だとちょっと硬すぎるし、4G ラフはね、なんかブレるというか、うん、あんまり僕には向いてないかなと思って、4G ソフトが良かったかなと思います。って言ってこれ貼ってんの 4G ラフなんですけどね、今試してる段階で。はい。で、これまた面白いのが、4G の場合は振動止め僕つけないです。こう弾いてる感じなんで、食いつく感覚があんまりなかったんで、弾く感覚なんでバイーンと飛ばしてくれる感じで振動止めつけてません。ソニックプロの場合は食いつく感じをもっと出したいので振動止めをつけて食いつかせてます。僕ね、振動止めつけるとボールが長くくっつくイメージ持てるんですよ。ですので、こっちには振動止め、こっちにはなしって感じで使ってます。はい。でグリップはこれは3使ってます。グリップ3にヘッドのレザーを巻いて、巻き替えてですね、下のグリップをヘッドのレザーに巻き替えて、上にオーバーグリップ1枚巻いてるっていう形になります。でグリップは前も紹介しましたが、ちょっとここが厚めになってるんで、こっちの方が出てるかなと、見てもらったら分かると思うんですけど、こっちが出てなくてこっちが出てます。だから握りは一緒になってるんで、どっちも全く同じような、小指が当たる方は太くして、当たらない方はあんまり出てないっていう形になるんで、これが僕のこだわりです。グリップのこだわり、これですかね。はい。こんな感じ。でも日本と全く同じです。こんな感じ。はい。だから向きも全部一緒ですね。作ってある向きも全部一緒なんで、僕は裏面とか使えないタイプなんで、ずっと同じ握りでやっていくタイプなんで、はい、このグリップは本当におすすめなんで、皆さんもやってみてください。僕はテニスコーチやってるんですけど、動画見てお客さんとかも試してみてすごくいいっていう声いただいてるんで、はい、ぜひ
試してもらえれば小指とか薬指に力入りやすいかなと思います。はい、ちょっと試してみてください。あとこだわりって言ったら、僕ラケット自体のこだわりは硬すぎるのも良くないし柔らかすぎるのも良くないんですね。なんかね、ここが太いっていうのかな、まあボックス系の方が好きなんですね。でも最近完全なるボックスっていうのは少なくて、でどっちかというとこのグラビティはボックスに近いかなとは思うんで、はい、なんか情報によるとこの辺にバネが入ってるらしく、まあ、バネというかそういう素材ですね。でここがすごく柔らかい素材になってるんで、軽いラケットでもパワーを出せるっていうのがグラビティらしいので、はい、だから1個下のツアーの重さでもすごいパワー出せるかなと思っております。はい、僕今グラビティ完全に愛用していますが、結構僕ラケット結構うるさいんですよ。これ打ちにくい打ちやすいっていうので、これは本当に僕気に入ってましてグラビティね、はい、長く愛用させてもらおうかなと思っております。皆さんはどっちの色が好きですかね。赤と青、これどっち2色あるんで、はい、なんかこうラケットってたまに飽きたりするじゃないですか。そろそろ買い替えようかなみたいな、そういう時は今日はピンクでいっとこうかな自分の方はみたいな、今日は青かなみたいな楽しい選び方できるかもしれないんで、はい、ぜひちょっとグラビティ試してもらって、いろんなガット使ってもらったらいいかなと思います。本当にラケットっていうのはラケットだけでなくガットとのチョイスによってもう本当に別物になるようなことがあるので、ガットを変えるっていうのはものすごく面白いことだと思うので、皆さんもいろいろ試してみてください。ポリエステルの中でもいろいろあるし、ナイロンの中でもいろいろありますんで、いろんなジャンル、まあハイブリッドとかも最近流行ってるんで、いろんなガットを使ってみて自分に合ったガットを探してもらえたらいいかなと思います。はい、こんな感じかな。別にそれ以外のこだわりはなんか重り貼ってるとかもないので、昔は貼ってたんですけど、このラケットには重りはいらないかなと思っております。はい、こんな感じで僕のラケットのスペックは分かってもらえたかなと思いますので、はい、皆さんもいろいろラケットやガットを試して、今のところはこんな感じですね。ヘッドが大好きなんで使ってもらえばいいかなと思っております。はい、皆さんもいろいろラケットガット試して、楽しいテニスライフをお過ごしください。では。